初めて横浜アリーナのステージに立ってめっちゃ嬉しかったです。広いんだなって思いました。あ、配信で見てた、ありがとうございます。会場に来てくださった皆さんもありがとうございました。横浜横アリはなんか前、何年前かな、高校生ぐらいの時にコンサートで行ったことがあって、なんかね、そのステージ側で出られるっていうのはすごい光栄なことだなと思って嬉しいです。こんばんは。そう、なんか懐かしい感じもしたし、はあ、私何年越し、何年か越しにこうやってステージに立ててるってすごいなと思ってすごい。今日披露したのはバババンビさんのキスしてほしいですね、とあと STU では暗闇独り言で語るくらいなら、花は誰のもの、サングラスデイズ、夢力でした。そんな感じでした。もうなんかキスしてほしいパフォーマンスできたのが新鮮すぎてめっちゃ緊張したんですけど、でもめっちゃ楽しくて、あんなアイドルアイドルしたかわいいかわいいソング、かわいいかわいいあんな曲をできたのがね、すごい嬉しくて。 STU ってあんまりないじゃないですか、16ビートであんなにアップテンポでキュルンみたいな曲そうないからさ、嬉しかった。めっちゃ楽しみながら踊りました。キスしてほしい配信でたくさん映ってた。あ、本当ですか。ちょっとアーカイブ見たいですね。嬉しいこんばんは。リズム刻むのが結構大変なんだよね。独り言で語るくらいなら、披露したんですけど意外でしたか？STU の方のステージ。ということ予想外すぎた、想定外すぎた、ね、あんまりねフェスでやるイメージないけどね、いい感じの瀬戸りだったんじゃないかなと思います。キスしてほしい、キスしてほしい、独り言ね、もっと披露したいですね。何か食べましたか？
横浜だからっていうわけじゃないんだけど、あのチョコフォンデュとチョコフォンデュがあった。あとお弁当はなんか普通にケータリングみたいな感じでありました。待って、集合写真でお疲れみたいな、お疲れの様子だった。全然元気だった。多分それ写りが悪かっただけだと思う。ウケるんだけど全然疲れてないよ。ライトのかとかの関係でね、顔色って全然変わるから。お弁当はなんかね、なんだったっけ、なんかホイコーロじゃないな、チンジャオロースみたいな感じの丼だった。そう、夜はそれだった。お昼は見てないな。うん、そんな感じでした。唇が乾燥してる。そうなんですよ、あのババババンビーさんのバンビさんの曲を披露した時はツイードのまだあんまり着てないあの新しい衣装を着ました。そうなんです。何から話そうかな。でも今日のこのアットジャムはすごい楽しみにしてて、まあ、なんでかっていうと、まあ、いろいろ楽しみな要素はたくさんあったんですけど、まあ、一つはいろんな48グループさんとなんかこうなんだろう、刺激がもらえそうな気がしてて、そうやっぱね、実際に廊下とかでいろんなメンバーさん見たんですけど、可愛いし、もうなんかキラキラしてるしね、やっぱ、ね、皆さん先輩ですから。ね、なんかこう立ち振る舞いとかもすごくこう勉強に、ちょっとだけなんですけど、ちょっとあの勉強になったし、すごいね可愛くて本当にキラキラしてて素敵でした。でなんかね、私の推しメンさんと写真を撮ろうとしたんですけど、ちょうどいなくってタイミングを逃しまくって、そしたらもう帰られて最悪でした。ね、サラピと楽屋に行ったんですよ、推しメンさんのみたいな、一緒にがっくりしました。まあね、また次の機会があるので、その機会には絶対ね、チャンスを逃さないように写真ツーショット撮れたらいいなと思います。チャンスは何回でもあると信じて。はい、そうですね。まあ、また次です。こんばんは。でもね、今日結構本番まで時間があったんだよね、うん、最近前髪長くしてるのよく言われる。結構印象的なのかな、前髪長いのって。でも今日ね、 STU のスタッフさんにも言われたんですよ。なんかそういうキャラ設定じゃないけど、印象付けるのは大事だよ、いいじゃんって言われました。だからなんか折れずにやってみたらいいと思うみたいな。そうそう、こんばんは。チョコフォンデュがあったことと、あとそうですね、他のアイドルさんグループさんもみんな可愛かったのと、
あとそうですね、横浜アリーナっていう会場、大きい会場だったのでどんな感じなんだろうってちょっと緊張したんですけど、また一つ経験になりましたね。あー、こんな感じなんだみたいなすごいな。あとはそうですね、こんばんは。明日の朝何食べようかな明日の朝ごはんのこと考えてる。何食べようかな。泣くくらいちゃったら笑っちゃうわ。たたたた。15分経った？もう少し。こんばんは。まだ出てない。OK、ありがとう。Thank you。じゃあそうですね、壇上読もうかな。13位奈良西さん、12位青高さん、11位アンニョンさん、10位カチさん、9位マフェリアスさん、8位ユウさん、7位ピクリンさん、6位ヨッシーさん、5位ウリンちゃん、4位カタカナのタカさん、3位ソリオさん、そして2位はクジマサさんで、1位が旭川のシロフクロウさん、ありがとうございます。ありがとう、初1位じゃないありがとうございます。イエーイ。明日朝ツイートしようかな。皆さんいいねお願いします。いいねリツイートお願いします。久しぶりにえ、15分経った15分テロップ、あれ出た、まだあれまだかな、まだありがとう。ではまたね。
今日もありがとうございました。また明日も会いましょう。皆さんも金曜日お疲れ様でした。ゆっくり寝てください。お疲れ様。おやすみ。